皆様こんにちは、レロンです。はい、ということでこれを撮る前に顔が出たね動画を出したんですけど、どっちがね先に出てるかわかんないんで、まあ一応説明しておきます。登録者が100人いったら顔出し OK にするっていうルール的なのを作ってたんですけど、今までね全然顔を出してなかったってことで、まあ今回からね、まあ顔を出してっていうことで、まあ不細工すぎて動画をやめてしまうことはやめてください。はい、メインはゲームなんで、僕の顔はメインじゃない。はい、ということでやっていきましょう。なんかねこんなことしてるけど、究極合体先行のポタラポラタって言いそうになったわ。ポタラ。はい、ということで僕ねスーパーベジット持ってます。スーパーベジット持ってますということで、はい、ということで今回はこちらを攻略していこうかなと思います。前回ロゼを攻略してたんですけど、ロゼねはい、一回やり損ねました。まあ次回にね取っておこうかなって感じで、はい、ということで今回はスーパーベジットちゃんですね。あと名前にね、はい、もうなんだお前っていう感じでね、ベジフォーフレボ、はい、ベジータ4のねフレンドさんを募集しております。はい、ということでやっていきましょう。究極を超えるベジットスーパーということで、また今回もまあ一番楽なのが独眼覚醒した後のベジータ4の必殺レベル14か、必殺レベル10がいたらめちゃくちゃ楽なんですけど、まあ他のやつでも勝てなくはないんで、あ、いた！オッケー！ということでやっていきましょう。はい、アイテムはね、まあ、回復が多い感じで、パーティーはいつもと変わりません。ということで、挑みます。なんかね、自分の顔がね、パソコンにね、しっかり映ってるとね、マスクがないから、なんかね、編集が辛い。そう、不細工すぎてね、編集が辛い。ということでやっていきましょう。まあまだちょっときついんで、アイテムを取るよりかはやっぱり気をね高めていきましょう。まあ何が上がったらといいとか別に特にないんですけど、まあとりあえずね誰でもいいから気力を上げておこうみたいな、そんな感じです。はい、ということで、まあ正直てかベジータ4強くない、ほんとなんだっけ、悟空の方の超激戦もこれで行ってみたんですけど、難なくね攻略できました。まあ相性がいいので属性の、まあそれもあるんですけど、本当にねベジータの方強いですね。あー間違えたよ、3で行けばよかったよ。はい、ということでなんかね、多分でもモンスターじゃねえよ、全然モンスターじゃねえわ。カードこの人たちがね、まあ、結構揃ってる方だと思うんですけど、無課金にしては。ということで、もう行っちゃおう。最初は悟空と、はい、ベジータです。地属性で、充電が、あんまり相性、めっちゃいいわけじゃないんですけど、まあ、勝てなくは全然ないので。ということで、まずは、まあ、とりあえず悟空を倒していくっていうのを毎回やってるんですけど、とりあえず、まあ、悟空を倒していきましょう。まあ、言うてこの最初のやつは、全然そんな強くないんで。足りないね。はい、これでいこう。最初のね、この二人は弱いんで、まあ、悟空なんてね、属性相性めちゃくちゃいいので、まあ、全然勝てると思います。はい、ということで、まあでも言うてね、必殺技のレベルが上がってないので、なかなか、一気に削ることはできないんですけど、このロゼもね、本当は、ここで独眼覚醒した状態で連れて行きたかったね。まあ、老化用心、必殺技レベルを上げる老化用心が今9体いて、まあ、秘宝を使ったら、違う、9体いるから10になるんだ。ということで、そう。今ね、9体いてね、
誰に使うかめちゃくちゃ悩んでるんですけど、まあでも、うん、ベジータ方のこのパーティーを強化した方が後々には繋がると思うんですけど、でもね、他の属性のパーティーをね作ろうと思ったら、あ、てかそう、ベジットブルの必殺技レベル上げたらいいかなって思ったんですけど、うん、なんとも言えないな、ほんと。まあ、と言っても、この、何スーパーベジータじゃねえや、ベジットか。まあ、こいつ上げてもいいんですけど、うん、まあ、ね、って感じで。はい、ということで次が、こいつらは、これはね、まあ、そこまでって感じなんで。まあ、なんとなくやってればここも勝てますね。前のね、気絶が本当に優秀。もう素晴らしいね、本当。うん。なんか、なんだっけ。あれがいないんですよ。ガード役がいないというか、あ、でも、あ、そうか。ガード役がいないじゃなくて、あれだ。ベジットはカウンターで、そういう風に、それでガード役ってことになるのか。必殺技が来た時にね、食らっちゃうんで、そこがちょっとあれなんですけど、うん。はい、ということで、どうしようかな。必殺技レベル上げる老化用心、誰に使おう。レジットに使っちゃうかな。まあ、せっかくね。あ、でも、まあ、秘宝で、4体ぐらい多分手に入るんで。まあ、それと、まあ、配布も来ることを願い、それを踏まえれば別にね、大丈夫かな。はい、ということで、ですね、悟空は打たなくていいので、別にね。まあ、めっちゃ弱いわけじゃないけど、そこまで強くないので。気絶を打ちたい。これでいい。OK。よし。このベジータ本当に強いな。あれ、あとなんだっけ。そのスーパー、違うわ。あれ？言いたいことを忘れてしまった。やばい、認知症だ。強っ。100万。バリ強いっすね。どうした？もっと本気でやってほしいな。ということで、ここにね、映ってる、あ、違う、何？ここに画面があるからさ、動画を撮ろうと思ったらめっちゃ下になるんだよね。何？こうします、こう。ね。はい、ということで、じゃあ、ファイヤードラゴンを打って、で、ロゼが前、こうだな。え、なんかめっちゃ赤多いやん。めっちゃ赤多いやん。じゃあ、ロゼも打とう。ロゼも打ちます。はい。で、3個あればいいから、どっちにしようかな。あ、紫多いんで、黄色を消して、はい、これは1体で置く。いけ！なんかね、何？ドッカン覚醒した後のベジータ方が、割と食らわせれるんですけど、僕の普通のベジータ方がなかなかちょっとね、ダメージが取らないんで。そう、16万しか入んないんですよ。なんで、フレンドも、ドッカン覚醒してないベジータ方で行くと、結構長期戦になっちゃうんで、はい。まあ、やっぱりね、ドッカン覚醒した強いやつを連れていく方がね、まあ、当たり前なんですけど、めちゃくちゃいい。はい、ということで、ベジータ4をベジータ4で攻略できるのかな？それができるんだったら、すごくいいんですけど、なんか、一本して、一回だけスーパークリアしたぐらいなので、なんとも言えない状態なんですけど。ということで、あ、これはこっちか。やっぱりね、そう、ベジータ本当に強い。まあ、35% 軽減きっついてるんで、まあ2回しか攻撃来ないから、いいでしょ、これで。よし、じゃあ、ここを消そう。で、この紫たちでベジータは攻撃して、じゃあこれ、はい、OK。ということで、そう、今みたいにね、ちょっとずっと下向いちゃう状況があると、あれなんで、本当に顔がね、顔出し
したところでって話なんですけど、はい、なんでね、はい、ゲームの画面により集中できるかとね、思います。まあ、気持ち悪いね、不細工な顔はここにあるんでね。はい、ということで、おー強い、攻略動画なのになんか頼った動画になったわ。はい、ということでね、フレンドのベジータ4さんのね、ベジータ4じゃない、ベジータ4のね、あの活躍によりワンパンしちゃいました。ワンパンって、まあほぼほぼワンパン、8万しか最初削ってないんでほぼワンパンですね。え、違うわ。え、はい、ということで多分今の一撃だけで多分ワンパンできたのかな、わかんない。ということで、ちょ、予想外すぎましたね。はい、クリティカルが入ると思ってなかったんで。はい、ということで、キングオブクッキー、ありがとう。ということでね、はい、顔出しをして実況したんですけど、はい、そこはいいわ。はい、ということで、今日中にね、こやつをね、ドッカン覚醒して、で、もう、老化用紙も使っちゃって、もう、ね、あの、潜在覚醒、ん?潜在能力覚醒以外はね、マックスにしていこうかなと思います。はい、ということでね、ご視聴ありがとうございました。これからもね、てか、あの、ドッカンバトル今めっちゃおもろいんですよ。なんかもう、ハマっちゃってね。はい、ということで、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録とよろしくお願いいたします。ということで、それではさよなら。バイバイ。バイバイ。